国内屈指の野外音楽イベントフジロックフェスティバルが来週湯沢町で開かれます。今日 JR 越後湯沢駅の構内で不審者の侵入に対応する訓練が行われました。例年10万人が訪れる音楽イベントフジロックフェスティバル、新型コロナウイルスの影響でおととしは中止、去年は規模が縮小されましたが、今年は従来の規模に近い形での開催を予定しています。全国から大勢の人が訪れることが予想される中、今日 JR 越後湯沢駅で行われた訓練は、刃物を持った不審者を駅員がさすまたを用いて警察が来るまで取り押さえる訓練です。かけるときは肩からこう肩にかけてこんな感じ で、その隙にもう一人の方がその刃物を叩き落とした。一人で対処するのではなくて、複数の駅員さんで対処していただくというのが一番大切になってきますから、駅の方同士で連携していただいて、ちゃんときちっとした対応をしていただくと。3年ぶりに通常開催となるフジロックへ向け、 JR と警察はより連携を強化していくということです。